イエーイ。三振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 はい、大賀島宗信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、先日、支援者の方からいただきましたこのね、金沢屋コーヒー店で購入されたこのコーヒーこれね、コピールワックいいんですよね。コピールワック、非常に高級な、コーヒーということで、すいません、無知で申し訳ありません。私全く知りませんでして、でいろんな方からコメントいただいてね、あ、高級なコーヒーじゃないですか的なコメントをいただきました。まずコメントいただいた方ありがとうございました。そして、送っていただいた方、T さんね、この場をお借りいたしまして改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。で、こうやってこうなんだろう、こう持ち運びに便利な、これね、どっか旅行行った時に飲ませていただければいいのかなと思ったんですけど、皆さんがね、いや高級ですよ高級ですよと、なんだっけ、これなんだっけ、ジャコウネコというね、うんこですよというふうにね、まあいろいろこう煽られて、ちょっと飲んでみようかと、でわざわざ動画撮って飲んでみようかなというふうに思ってね、今このように回しております。本当にいろんな方からね、飲み物食べ物本当にいただくんですけども、なかなかこうやってわざわざ動画撮ることもないんですけども、非常に貴重なね、ものだということもあるんで、率直な感想を述べさせていただければというふうに思います。はい、大橋正信のメインチャンネル。今ちょうどというか、コーヒーをドリップしている最中で待っているところなんですけど、僕ね、基本的にコーヒーって酸味、コーヒーの酸味がちょっと苦手でね、深みがあってこう苦味が強いコーヒーが好きなんですけど、この希少なこの高級コーヒーは一体どのようなお味なんでしょうか。非常に気になるところであります。はい、ちょっと終わったかな、こんな感じでね、よいしょ、こんな、あ、ちょっとちょっと、こんな感じで、はい、ジャコウネコのうんこがジャコウネコのうんこが、はい、このようになっております。はい、よいしょ、じゃあ捨てまして、コピールワック早速いただきたいと思います。紙コップでごめんなさいねいただきます。うん、いい香り。あ、酸味がある方だなこれ。なるほど、結構酸味が強いですね。苦味よりも酸味が強調されている方のコーヒーですね。なるほどなるほど、そうか。でもなんだろう、フォローするわけではないんですけど、嫌な酸味ではないですね。美味しいです美味しいです。なるほどなるほどっつってるわありがとうございます。美味しいですよ美味しいです。うんもうちょっと苦味があったらいいなでも美味しいです。非常に
こんな高級コーヒーをいただけるとは本当思ってなくて、もったいないですね僕にはね。はい、まあとはいえ邪行猫のうんこなんですけどね今うんこから抽出されたコーヒーを飲ませていただいております。うん、感想としてはすごく嫌な感じではない爽やかな酸味を感じるコーヒーですね。はい、ちょっと僕の好みとは若干違うんですけど、正直言うとね。ただだからといってじゃあ飲めないかっつったらそんなことはなくて、美味しくいただけます。なんだろう、ずっと苦味ばっかり飲んでるとやっぱね慣れてきちゃうし飽きてきちゃう部分もあるんで、そういう時にこうさっとこういうのも飲ませていただくといいのかなというふうに思わせていただきました。ありがとうございました。大変おいしゅうございましたおいしくいただきましてありがとうございましたというこのただコーヒーを飲むだけというこの動画、どれだけ需要があるのか分かりませんけども撮らせていただきました。ありがとうございました。以上です。